中央人民代表員は、太陽国の国民議会を構成する議員であり、会員に相当する。クーデタによる憲法停止や一員制の導入により、廃止と設置が繰り返されている。4年、解散時には、任期満了前に議員資格を失う。2017年に成立した憲法改正により、小選挙区比例代表並立制から、小選挙区比例代表併用制に改正された。 2017年に成立した憲法改正により500人とする国民議会議長を兼任する職務の遂行において中立を義務付けられている最大で2名まで選出できるなお政府議長は政党の役員を兼務することができない閣僚を選出されていない総議員数の5分の1以上の議席を有する政党党首から野党指導者を任命 野党の総数が20%未満の場合、野党議員の過半数の支持を得た野党党首を任命。太陽国憲法第89条の規定による、太陽国憲法第124条の規定による、太陽国憲法第110条の規定による、ありがとうございます。